ヤッホー、はい、イエーイ。こちら今名古屋城の横でーす。横でーす。横でーす。雨だね。寒いね。寒い。4月になるのに朝です。暖かくなってきたという。今日は楽しみにしてた日。お菓子買いたい。今日はね、早速オッケー。そう、今日は路上デビュー11周年ロケ、記念ロケ。そう、そうです。でも何するかマジで何も聞いてない。何も知らない。おはようございます。おはようございます。唐突。今日は皆さん何で集まったか分かりますか？ロケです。ロケです。何のロケか分かりますか？路上デビュー11周年。11周年。そうです。名古屋城見ましたか？見ました。見た。見た。最初に喋ってるから。今年はですね、名古屋城で何かちょっと大きなことしますよね、皆さん。シャチ様。そうなんです。7月の22日に、はい、シャチ様をついに名古屋城でやるということもありまして、今日この場所からまたロケをスタートできたらいいなと思いました。イエーイ。路上デビューの地だし ね。そうなんですよ、今日実はちょっとした、ゲストさんをお呼びしてますので、ちょっと呼んでもいいですか？はい、じゃあすいません、来ていただけるとです。誰？キミちゃん。やばい、上がるんだけど。マジ？やった！めっちゃ上がる。やばくない？これもうびっくりして。今日一日楽しい。嬉しい。嬉しい。待って、半袖。半袖。やばい。やばい。ちょっと待って。やばすぎる。おはようございます。ビッグゲストすぎる。ぜひ動画の皆さんにも説明をしてください。この方ですね、もう路上デビュー当時シャチホコを見てくれてた元ワーナーさんのノムさんです。嬉しい。でもノムさんといえばこのアロハシャツとサングラスと当時から変わらずナイスタイル。待って、ずっとこれだからね。12度だよ。大丈夫？やばいよ。最近ね、野村さんともお会いしたんですよね。ご飯、ご飯会食べて、まあ、ワーナーさんね、私たちも卒業して、はい、今までワーナーさんでお世話になってた歴代のスタッフさんたちが大集合してくれて、ね、ご飯食べましたね。ノムさんも来てくれました。そうなんです。なんかその時もね、多分当時の思い出とかもちょっと話したりとかしてたと思うんですけど。4月7日。覚えてます？来たら。はい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 。いやいや、なんかでもすごい。覚えてる？え？いや、なんか、まあ、正直言っていいですか？寒かったな。いや、無理。めっちゃ寒かった。今日ぐらい寒かったよね。めっちゃ寒くて。なんかとんでもないことになる。よくここでみんなあんな薄着で頑張ってた。いや、本当に今マジで特典会もあったから。そう。でもお客さんがめちゃめちゃ来てて、そう。びっくり。びっくりしてデビューライブって聞いたのに、え、なんでこんないいの？私たちもびっくり。本当に嬉しいことで。覚えてくれてるのが覚えてますね。寒いなと思いながら。でもあの時中学生。中学生だよね。そうです。いやいや、もう立派な大人になったね。あれから12年経ちました。そうだね、11年ちょうどだね。すごいなと思って、あっという間に成長するもんですね。そうだよ。変わらないね、のぶさん。だからご飯会の時になんかいろいろ会話したの覚えてます？マジで言ってる？え、待って、全然覚えてない。何？あ、え、本当に？あれもう登場した時からずっとそれこの頭に。それのこと？遅くない？何？え、あそこ行くよ。今分かった。行くの？行くの？行くの？何をしたですか？皆さん何しました？ご飯食べた。え、辛いのあれ？ご飯食べましたよ。え、どれ？え、どれ？え、ちょっと待って。いっぱい、めちゃくちゃ
ましたじゃん。いやいや、メインで一つあるじゃん。メインで一個あるじゃん。もう出てきた瞬間思ったよ。どこで野村さんも一緒に行こうよって。待って、野村さんが提案したやつ。待って、なんだっけ、どこに行こうって言ったの。最後の何をしました。占い、生年月日。え、それそっちで、そっち。ずっと、あの、それこそね、お世話になってたスタッフさんがいるっていう話をしてて、そのスタッフさんが今やってるお仕事が、ゆずみのスタッフさんがワインを作ってるって話で、それが長野県長野って言ってた。で、ワインを作ってるって話をしてて、で、その時はね、電話の人だけ繋がらなくて、めちゃくちゃワインしたいし、そのワインがすっごい、もう買えないくらい有名人気になってるんだよね。あれだったんだよね、なんかさ、そのスタッフさんから、ノムさんから聞いたのか忘れたけどさ、そのスタッフさんが当時シャチ担当してくれてて、ワインを選ぶかシャチを選ぶかでガチで悩んでくれてたみたいな話を聞いたのよ。だからもう、だから嬉しい。なんかそれぐらいなんか私たち、まだわかんないよ。決まってないよ。それしかないじゃん。でもママさん来てるならそれしかないよ。リモート説もあるよね。なんでいるの。ここでリモートわざわざママさん来てんのよ、名古屋に。びっくりなんだけど、マジで。それそれやったー。え、絶対無理だと思ってた。そのスタッフさんのお名前はどなたですか。長谷ママです。今日は皆さんで長谷さんのところに。めっちゃ嬉しい。やってたのが会えることが嬉しいし、涙だ涙。待って、やばい、すごい、めっちゃ嬉しい。すげー嬉しい。もう会ってないのに泣きそうなんだけど。もう全然すごい。会ってないのに。早い、早いね。思ってた。なんかさ、調べたのホームページ、はいはい、そしたらなんか取材とかはお断りしてますって書いてあって、あじゃあだから、あ、いけないと思って。出てきた顔変わんなかった。そう、そのホームページの顔変わんなかった。変わんなかった。やば、あのシャチならぜひっていう話を、やば、ハゼさんからもいただきまして。嬉しい。泣いてる。なんで、あ、多分朝早すぎて。え、ワイン飲めるの。手ぶらで行くんすか。急に。いや、そんなわけないですよね。手ぶらでは行けないよね。そんなはいけないですよ。でもワインをいただくっていうことを前提に。そうだね。そう、うん、やっぱりね、あの、こちらからちゃんと渡すしてね。そうですよ。何聞いてんですか。そんなもん、それを飲んでください。当たり前のことですよ、土産を買っていくの。ね、マナーですよね。どこ行くんですか。どこ行くんですか。コンビニで買えるやつ。キオスク。安全運転で参ります。お願いします。めっちゃ嬉しいんだけど、本当に会えるのも嬉しい。いつぶりな、長谷ママがいつぶりかわかんない。リアル10年本当10年近くじゃない。そんなか、何年前。長谷ママがさ、あのダブルター呼んでくれてね。そうだよ、そうか。ステージで。え、長谷ママだったっけ。長谷ママか。そうだった。え、私たちを導いて、え、共に笑いね。そうだからさ、野村さんと長谷さんのペアっても結構エモくない。エモー。そういうの、ね、ワインの道を選ぶのがすごい。かっこいいよね、ワイン。かっこいい、ね、しかもそれがもう超人気になってるってのもすごい。だってバイバイするタイミングでも行けたもんね。なんかその時は農家って言ってたんだっけ、うん、そうそう、そんなちゃんと説明、まあ、してもわかんないだろうって思われてて、中高生だもん。そう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 。
チームシャチになりましたって報告しなきゃ。そうだね、確かにスーパーターフやってあげないと。やってあげよう。どうしよう、なんかさ、ワインに影響されてさ、すごいなんか色っぽくなってたらどうやって。やばい、それ汗ながそれめっちゃ笑える。笑っちゃうんだけど。チームシャチが汗さんだけどさ、やっぱちょっとさ、口調だったりとかさ、なんかってなったりする雰囲気とかでちょっとママっぽくてさ、ママだもん、ハゼママって呼んでたけどさ、トスめっちゃダンディーになってたな。やばい、それヒゲ生えてたり。ハゼママ、楽しみ。およそ3km 斜め左手前方向です。斜め左前方向って何？そんな方向難しい。この辺の道難しい。ユニット区事務所者の斜め左右方向。なんかやっさ、なんて言ってる。難しいよね。斜め左。左なのか右なのか。むずくない？もうちょっと。もうちょっと。あ、あれじゃない？見えとりますが、ま、看板が。看板見えてる。おお。シャチモナカ。シャチモナカ本店。いちごライフあるじゃん。やば。モナカ以外も買いたいよね。買いたい。いろいろ買いたい。せっかくなら。あ、和菓子も洋菓子もあるってこと。道中のおやつ。高鳴り。すごくない？やばい。ワクワク。ワクワク。モナカはハセママへのお土産。いちごライフ食べたいな。いちごライフとも買おう。心がこもった贈り物に。あー、これこれ。いらっしゃる。じゃあ入ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。お邪魔します。ドミシャのライブにいらしてくださったよね。はい、ライブ後にご挨拶させて。そうですよね。お久しぶりです。久しぶりです。サインとか。あさってる。じゃあ改めましてご挨拶してもいいですか？はい、改めまして、私たち、せーの、スーパーターン、ストロングエナジー、ポジティブエキサイティングソウルフロム名古屋、チームシャーチ、よろしくお願いします。お邪魔します。私たちとコラボしたあのシャチモナカ、すごい、飾ってくださってありがとうございます。いっぱいあるね。どうしようかな。じゃあまずハセママの、そうだね、選ばないと。どれがいいかな。お土産だとどれが一番人気ですか。やっぱりですね、はい、定番のシャチモナカが一番人気なんですけど、はい、2番人気としては金シャチパイっていうのがあって、これだ。こちらのと栗の入った、美味しそう。オブラリン、本当だ、アップルって書いてある、はい、アップル、美味しそう。絶対美味しいじゃん。じゃあさ、シャチモナカとさ、金シャチパイしな。そうしよう、そうしよう、そうしよう。めっちゃいいじゃん。じゃあこのシャチモナカの6個入りと金シャチパイの6個入り1つずつお願いします。あとは道中の私たちのやつを食べたいな。いいですか、まずその2つと、じゃあちょっと見ようか。洋菓子もあるんですね。そうなんです、すごい、本当に。あ、これじゃあ、いちご大福。いちご大福食べよう。え、すごい。いちご大福パンパン食べたい。いちご大福、そうなんです。食べやすいしね、車の中で。はい。あとは、シャチモナカにしよう。シャチモナカは欲しい。うん。わらび餅も食べたい？うん。じゃあ、わらび餅も4つ。こっち。ありがとうございます。注文は、はいはい、お願いします。お願いします。こんにちは。そっくり。そっくりだ。一緒に映る。本当にそっくり。マジでそっくり。イエーイ。かわいい。微笑ましい商品を見せてくれた。何言ってヒロハです。ヒロハ。ヒロハヒロハ、かっこいいな。いいね、ヒロハ。ヒロハかっこいい。ヒロハです。シャチモナカのヒロハです。緊張するよ。緊張するよね。ヒロ君、ヒロ君誰が一番好き？全部美味しい。嬉しい。やばい。パパ嬉しい。嬉しい、そんな。金シャ
チパイとシャチモナカとわらび餅といちご大福をね、お願いします。さあ、いいチョイス、いいメニュー、いいチョイス、ナイスチョイス、嬉しい、嬉しい、可愛すぎる、楽しみだね。見てか、もうわらび餅が僕の早く食べたい、全部早く食べたい。何？中日新聞のところで U ターンをして乗る予定です。あ、わかりました。20分後に乗ったら何が300キロ。はい、では、はい東京着いちゃうじゃん。長野ってだって広いもん、長いもん。お願いします。お願いします。ないのだね。ないのだね。ないのだね。iPhone のやつでも出てこないや。出てこない？うん。和歌山村までなんだけどこれ。私なんかやっぱ遠いところにいるんだ、ハセママは。そうだね。それが分かった。そういうところで作る。もう調べられないところで。そりゃ全然会えないんだけど。たどり着かない。着かない。三鷹村。そりゃそう。まあ大体合ってればいい。ありますんで。なんでそんなニヤニヤしてんの。あ、たご飯ね。新宿大福。こっちもなかさんで。こっち食べる。先食べちゃおう。食べよう。せっかくなんで。やっぱ和菓子は出来たての方が美味しい。そうです。これ、それ、こっち何？これは何でしょうか。いちご大福。いちご大福から食べまーす。まず、ゆずき春様に。春様は食べる。春はゆずきが口に持ってきます。じゃあ、いちご大福かな。その信号でいけんじゃん。なおに取られる前にゲットしろ。なおに取られる前にゲットしろ。そうだよ。急げ急げ急げ。一口で。急げ急げ。なんか二つ来た。今日は4つだけなので取られたらなりません。やばいやばい。取らないでください。いちご大福いただきます。めちゃくちゃ美味しい。赤ちゃんのほっぺみたい。名前も調べたもん。買いに行こうと思って自分で。うん。もちもちだよ。やば？うん。美味しいです。うん。最高だ。わらびも食べた。はい。わらびって言うと動物が出てくるから。ね、わらび食べてるときさ、動画撮りたいな。あ、私も撮ろう。撮っていい？私が撮るわ。撮ればいいじゃん。動画撮ってもいいですか？食べてるところ。あ、ダメそう。それなーに、なーちゃん。わらび。わらび。こっちも見て。めっちゃにらむじゃん。これどうやって食べようね。そのまま手でいく。うん、一口でいくんでしょ。それ口に含んで可愛い顔してよ。なーちゃんたゆ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 だね。可愛い顔して、可愛い顔して、可愛い顔して。うんふん、うんふん、うんふん。本当に一口で言ったよ、あの人。全然これプライベートじゃないけどさ、うん、プライベート感覚じゃん、もう、うん、プライベートで長野行くの初めてぐらい。マジ？私も初めてかも。ツアーでしか行ったことない。え、私もかも。長野行かない。え、軽井沢行ってたことない？父ちゃん、直人。え、やば、記憶から消してんじゃん。まあ、あれはほぼ群馬だけど。あ、そうなんだ。そう、長野って思ってなかった、軽井沢を。ちょっと歩いたら群馬なの。あ、そうだった。まあ、長野だけどね。そうだね。あの、ゆずきさ、なおとユニバに行って1年後に春ってあのユニバに行ったんだけど、うん、なんかやっぱ回るあれが違うもんね。このゆずきがさ、ユニバ初心者だからさ、うん、委ねてたじゃん、うん、両方に、うん、からさ、あ、回り方違うなって思って面白かったよ。そこの比較は受ける。でももうユニバはさ、なんか長いじゃん、街が結構、うんうん、だからなんかあれだよね、絞られるよね。そうだ、最初からどこを必ず乗るかで、そう、2個ぐらいを絶対目指して。もうハリーポッター、ね、うん、ハリーポッターが一番感動する。私もね、面白かった。ハリーポッター 4D 界っていうか、ああいうのの中で一番すごいと思う。うん、うん、すごいよね、うん、素敵、世界観すごい。ハハ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 
それもう一回やる。最後わかんない。ちょっと待って。ちょっとじゃあ思ってたのと違うかも最初の段階。うん、ちょっと違った私も。まず。違うかも。あ、そんな感じかも。コニカスつけてよ、ハルむちゃぶり、運転手にでもその音程がまず違うもん、みんなそうだよね。じゃあ、ポーちゃん一回やってみて。お手紙見せてみて。テーマは恋愛ソング。恋愛ソング。やばいな。恋愛ソング。じゃあ、ハセママに会う気持ちでもいいよ。あ、いいね。ハセママへの好きな人に会うからね。ハセママへのメッセージ、じゃあ一緒にメロディーだけ後ろで歌ってね。せーの。はるばる来たよママ、ワイン飲みたい。はるが運転してきた、どうしたんだ。マジで全然だ。どうしたんだって言われてるよ。ハセママだったのかな。ハセママ気持ち気合いだった。こっちが言って、音程気になって何も考えれなくなって、どうしたんだって自分に言ってるもん。あ、面白い。ハルはさ、あれだよね、いい暮らしのアウトロでも歌詞つけちゃうもん。何だったっけ。あ、私はここにいるよな。それまだみんなに言ってなくない。そうなんだ。あ、じゃあ初出し情報かも、ね、初出しだ、うん、いい、ここで初出しだよ。なんかいい暮らしの楽曲久しぶりにライブでやった時かな。うん、そうだね。なんかアウトロでテテ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 みたいな感じで聞こえたのに、すごい歌詞がついてる感じで聞こえたのが訴えられてるんだ。そうそうそう。私は今ここにいるよ、私は今ここにいるよ、私はっていうのがずっとで、自分のしかも脳内でそれが回っちゃってから、メンバーの振り見るとおかしくてしまう。でもさ、訴えられたら結構さ、心霊現象じゃない？そうだよ、うん、心霊現象。でもさ、それを話してもらってからさ、うん、そこ流れるとさ、ちゃんと思い出すもん、うん、その歌詞が出てくる、出てくる。だから多分これからみんないくらし聞いたら流れてくると思う。声出し OK になっちゃったからさ、もう歌っちゃうよね。シャチの中であのあるあるは、うん、乙女だっけ、どっちかの感想歌ってたらどっちかになっちゃうってやつ。あ、そこプレイ、そこプレイ。どっちだ。ダンダダダダダダンダダダダダダン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 ダダン。あ、違う。そこプレイ歌ってたら乙女になっちゃうな。あ、そっちか。そこそこシャチはこプレイ。あ、ダダ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 ダ。乙女になっちゃった。もう乙女になっちゃうね。これむずいんだよね。うん、なんかそこそこプレミアムの振りとかでさ、自分たちで歌いながらやってる時はもう、うん、絶対乙女になっちゃう。そう。そうできないんだよね。どこで乙女になってんのかわかんないけど。もうね、結構序盤でなってる気がする。え、意識的に。ダンダダラララダンダラララ。もうここからも乙女になってる。ええ。ダンダンダンから。そこそこシャチホコプレミアム。ダンダンダラダラダン。もう止めだ。もうダメだ。その後何がせえ？アピールになっちゃう。そこそこの感想ちょっと一回聞いてみるわ。ん？何だっけ？何が正解かわかんない。乙女だよね。そこそこシェチホコプレミアム。わからん。あ、来る。Yeah!
すぐに何回もある行くところが何回もある。みんな頑張ってみよう。どんな愛かと思った。でも私はいけてないんだけど。全然いけてない。マジ、うん、全然無理。危ない。歌ってみる。じゃあおとなしで、うん、そこそこシャチホコプレミアン。ダンダンダンダダ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 ダ。いいおいにです。めっちゃ欲しくない。手で触ってよかったらこっちに。手で触っていい。ちょっと待って。吸って吸って。押し込んじゃった。おうちゃん面白いな。スケベで。やだー。そんな言われ気をつけて。びっくりなんだけど。おーちゃん面白いね。本当にスケベから言ったらナンバーワン。何もしてないのにさ、圧倒的ナンバーワン。そういうののランキングつけようよ。いいよ。なんか今のは好き。でも待って待って、基準がさ、みんないいレベルだ。いいレベル一緒の基準がさ、あの基本高い。多分スケベさはスケベじゃない人いないもん。うん、そう、それはそうじゃん。だけど突き抜けてんだよ。私だって人のお尻触りに行ったりとかしないよ。そういうのじゃない。違う、じゃあスケベっていうのはそうそうそう。あ、むっつりだ。かなりスケベエピソードないかな。でも花香はなんか共有しないんだよね。そう思ってそう。でも共有しないからこそ好きだと思うよ。ねえ、だ待って、じゃあ共有したらスケベじゃないの？あ、違う、なんかそっちのがさっぱりしてる。多分共有したバージョンが私。なんで共有、そうそうそう、共有してないのに知ってるの？じゃあ、え、じゃあ顔に出てる。出てないよ。後日話したりするじゃん。なんかこう思ってたんだよねみたいな、みたいな感じで。あー、ほのかも思ってたみたいな。面白すぎる。いいね、キャラがいっぱいあって。どんどんみんながつけてくんだよ、キャラを。いや、だって出してくるんだもん。出してないよ。スケベランキング堂々の1位は。おめでとうございます。ゆずきだって、それはゆずきだよ。ゆずき超スーパーオープンだもん。確かに超スーパーオープンだからスケベではない。あ、そう、スケベ、スケベ、スケベだとしても。だとしても待って、じゃあスケベとは読んで。あ、自分だったんだ。あ、でも異性に対して異常に好奇心を示すこと、またその人を指す。あ、それは違う。異性、異性スケベ、スケベが出てきちゃった。スケベ、スケベって人ってこと？戦国武将の話になっちゃう。え、じゃあスケベってことでいいじゃん。スケベ、やだやだ。ノースケベなんですかって。あ、違います、スケベ武士の方です。アヒル食べます。アヒル食べます。エナキョーのレストラン、レストラン末広さん、末広さんです。やっぱ旅って道中楽しいよね。そうそう、もう旅にしちゃってるけど。旅、旅、旅の距離旅でしょ。300キロは旅、旅、長野まで行っちゃってんです。今どの辺？半分も行ってないくらい。半分50キロぐらい進んだ。ちょっとここだ。あと159キロ。やった、ありがとうございます。暑いですね、気をつけてください。ありがとうございます。美味しそうだね。これ毎回さ、外さなきゃいけないんだ。美味しそう。
けいちゃん定食。美味しそうです。名物？岐阜の名物ですね、けいちゃん。けいちゃん。鶏肉味噌。けいちゃん。はるちゃん。はるちゃん。はるちゃん。けいちゃん。けいちゃん。はるちゃんとけいちゃん。奇跡の共演。奇跡だった。自分で言っちゃうんです。奇跡の共演。奇跡の共演。はいさ、はいさ。けいちゃん。今のやばい。はるちゃん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 。けいちゃんとほのちゃん。なおちゃんも入って。はい、はい、チーズ。けいちゃんとゆずきちゃん。よし、負け。自撮り。けいちゃん。けいちゃん。いただきまーす。では、けいちゃんと。いただきまーす。もうご飯が進みそうだ。やばいよ、これは。むしゃむしゃ食べるぞ。岐阜の名物。イギリスじゃなかった。美味しすぎる。美味しい。やっぱ。おいしい。おこ。赤まる。あったか。かわいい。食べてるとこショット撮って。お肉。おいしい。あったまる。おいしい。おいしい。なおちゃんどう？けいちゃん。あ、これけいちゃん。こっちだよ。似ててね。似てたね。だいぶだいぶ。どこが似てた？危なかった。どこが似てるのよ。おもろ。え？はるちゃん、でこっちだって、こっち。それなおちゃん、なおちゃん今の。なおちゃん、なおちゃん、なおとはるのツーショ撮ろう。ケイちゃんだから。なおとはるのツーショ。じゃあケイちゃんとはるのツーショ。ややこしい。おもろい。じわじわくる。じわじわくるね。ちょっとさ、ポケモン占いさ。もう一回やってみない？うん、やろう、後で。うん、後で。ディフさんが悪いわけじゃないけど、そろそろもうちょっと明るいポケモンになりたい。ラプラスとかになりたい、うん、ね。なんだったかな、自分が。だからって言って思ってない。ニャンスとかじゃない。なんかね、2個くらい出たのよ、2回くらいやって。ニャンスとナッシー。あ、ナッシーかも。うんうんうん、ナッシーとニャンスが出た覚えがある。うんうん、ダンスだった。そうだよね。で、春もうちょっとなんか違う感じで。春なんかプリンとか出た記憶あるんだけど。うーん、そっち系だったかも。いいなぁ。でも、ほーちゃんと似てるってあんま思わないんだけど。実は似てたね。うん、趣味とかは似てるけどさ。いや、でもジャンルで分けたら一緒なんだ。そうなのかな。こんだけ一緒にいるとさ、育ち方が似てるんじゃない。うーん、表し方が違うだけかもね。だってさ、二人ともむっちりスケベだけど、オープンかオープンじゃないか。でも、ね、根本は一緒だもんね。泉さんもだよね。タフさんもスケベ。タフさんは一番スケベだよ、絶対に。やっぱ一番男子高校生っぽいってうちらが。やっぱ漫画とかの影響じゃない？それもある。そういうこと？英才教育だよ、スケベ。まあ、ドラゴンボールとかそんな感じだもん、最初の。この違いはそこだもん、うん、そっか、そうだね。多分、なんかそういうさ、なんかシーン出てくるじゃん。パフパフって知ってる？パフパフ？知らないんだもん、うん、それはもうやばいね。何それ？ドラゴンボールのこういう感じ？うん。あ、こっち？うん、知らない。わかんない。初めて知った。そういうの絶対あるよ。サメ仙人って人がすごいスケベで、若い子の女の子のお尻とか触りたくてよく言ってるセリフがあって、そうやって、うん、あと悟空が女か男かを識別するのもあるんだけど、うん、
多分そういうのじゃない。それを小1から見てたら多分そうか、え、だから多分そういうのでクスってなるやつじゃん、うん、なんていうの、かわいらしい、そうそう、なんか遊び心的な、うん、なんかそういう遊び心通ってこなかったもんね。なるほどね、だってディズニーとかジブリって絶対出てこないもんね。絶対ジブリだったもん。トトロでパフ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 トトロそうで、そうそうそう、待って、そうそうそう、そっち派だから、足をトトロだ、そうそうそう、そうそう、あるー、次とほうちゃんはもうね、ジブリとかもそんなちゃんと見てこなかったから、うん、面白いし好きだけど、それよりもやっぱパフパフとドラゴンボールを見ちゃってたから、うん、ドラゴンボール見るべきだな、じゃあそこで勉強の姫になりたい違う違う、知らずにね、ゆずきはずっと進めてくれてるんだよ。ドラゴンボールはワンピースよりかは短いし、でもなんか漫画って情報量多いんだよね。でも聞いて、ドラゴンボールはハーッで2ページとか使うかららしいよ、なんか超早いスーパーサイズになるのに。ハンターハンターを30巻読むより早く終わる。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あとすっごい面白いから超面白いよ。そしたらピッコロポジって言われてるの分かると。あ、なんか言われてるね、ピッコロピッコロってさ、ピッコロ、卵のやつ。あー、なんか言われてピッコロポジなんですよ。あの最初はね、ベジータもそうなんだけど、最初敵なの、うん、最初敵なんだけど、実はいいやつ、実はめっちゃいい、いい人で、その仲間になって、うん、卵産むの。だからさ、卵はもう悪い時に産んだんだけど、うん、でもでっかいお口で食べるから、もうそれもあるよね、でっかい口で食べるから逆ピッコロって呼んだし、吐き出せ方がかな、出る方産むんだって。あとなんか、蛇だから、蛇ってこと、蛇じゃない、ナメック星人っていう、そのナメック星っていう場所があって、そこの生き物がナメック星人っていうんだけど、それもピッコロだってさ。ドラゴンボールのさ、キャラクターもさ、当てはめるならメンバーは誰なの。じゃあ4人いる、ベジータ、ベジータ4人の人いる？どっかですみたいな人？誰？え、タナちゃん？違う。あ、そうそうそう、これこれ。なんか白くて細身のフリーザ。うーってそうそう。あ、それ違う。フリーザいない。フリーザまで悪い。フリーザキャラはいない。フリーザは。フリーザ。ベジータ。とことん悪い。ベジータは最強の悪役なんだあれ。うん、かっこいいじゃん。ベジータはもうめっちゃいいよ。あ、ベジータこれ、これ。でもフリーザは緑のこれ。そのカリスマ性と、あの部下が憧れる上司みたいな。私は理想の上司って言われてる。じゃあモテる？フリーザ。あ、そうなんだ。モテな。いや、モテない。え、だってあの人喋り方変じゃない？で、春はハッピーだから。ハッピーなやついる？いるよ、いるよ。トランクス、幼少期のトランクス。え、だからもう本当に女の子キャラじゃない？あの子。あ、ブルマ。ブルマではない。ブルマもブラもいるから。ブラ。パンちゃん、パンちゃんとか。え、パンちゃん、あ、ブラとかパンとかなんだね。そう、トランクス、あ、トランクスの名前ってこと？あ、そういうこと？そう。で、ブラもいるし、チチもいるし。ブリーザ。フリーザじゃなかった。フリーザ。ブリーフとかぶっちゃって。ブリーザ。あれでもパンちゃん、確かにパンちゃんっぽい。リーデルさんとか。悟空の孫。めっちゃ可愛い。子供じゃ、ソウスケじゃん。ソウスケ。あ、そんなそんなちっちゃい。あ、こっち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 。ご飯の子供。ちゃんは私しか判断する人いないじゃん。本当だよ。何の自分自身での見解は。ミスターサタン、ミスターサタン。ミスターサタン。ミスターサタンっていう。悪魔じゃん、サタンって。でもあの日本を守ってる。全然強くないんだけど、まあ、人間界では。赤茶色いよ。ねえ。リグだから。リグだ。え、もうこれだけでボーちゃんっぽいでしょ。でも一回地球救ってんの。え、そう、地球救ってるの、私は。ヤムチャ。え、めっちゃいいじゃん。ヤムチャ。ヤムチャだな。え、めっちゃいいじゃん。ヤムチャ好き。かけた。え、男の子？あの、あれ。ヤムチャ。そう、あの、何？ナッパの。ナッパと戦った時にさ。ヤムチャ死亡って出てくる。それそれ、今死んだところやってた。
え、これ悟空じゃないの？やむちゃん、やむちゃん同じところで修行してるか、同じ道着着てる。どういうところから？日付はこれなんかちょっと、うん、ちょっとだけ残念、ちょっと残念なんだけど、ちょっとヘボくて、でも頑張れって思 う, そう一生懸命なの、一生懸命なんだけどちょっとヘボい。自分で言ってんの？一生懸命なの。私一生懸命なの。一生懸命なの。一生懸命なの。自分のサービスポイント言ってる。めっちゃ面白い。私もいいよ、地球一回救ったからって。え、他のアニメでやって。いいよ。何のアニメ共通で見てる？めっちゃ詳しいので言うと、まあ、キャラが多いやつの方がね、面白い、選びがいがある。ワンピースとかも詳しくないし。ワンピースでなったら分かりそう。あ、そっか。じゃあワンピース、ワンピースの結構メインのメンバーですか、うん、じゃあワンピース。え、いいよ、メインじゃなくても、ある程度、ある程度。ナミ、まあでもナミっぽいかもしれない。なんかそんなメインどころばっかいいんですか？確かにね、なんかナオが想像しやすい。あ、そうね、うん、メルベイユさんみたいな人。あ、お母さん、うん、え、もう大好き、あの人。ベルメールさん、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 ナミの。え、それ見たよ。あ、やばいシーン、やばい、見てるだけ泣ける。そうそうそう、見て、こっちも。魚もここはワンピース見てるのか。うん、ハルはもう最初、途中ちょっと、ここぐらい。でもそこだけ見てほしい。そこだけ見ても泣けた。ナミのために、ナミともう一人こう兄弟がいるんだけど、のために自分がおとりになって死んじゃうんだけど、本当に泣ける。だってゆずきさ、テレビ局で収録の時にさ、覚えてない？覚えてる、覚えてる。ゆずきとさ、ほうちゃんさ、それ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 、そこそこ、そこ。え、多分ワンピースの中で一番泣けるところ、ちょっと説明した。なんかチョッパーもなんかみんな言うけど、そこ説明した。そうで、その後にさ、ルフィのさ、麦わら帽子って絶対誰にも触らせないって言ってるんだけど、なんかルフィに助けを求めたナミが初めて、うん、そしたらナミにポンって麦わら帽子を置くの、誰にも触らせなかったのに。もう本当に泣けるのは、それで仲間になって敵あーってやって仲間になるんだけど、やばい、ね、なんかすごい思い出して鳥肌。じゃあ春のキャラクター、チョッパー。もう絶対それ、チョッパー、いつでもチョッパー。もうここ2人できてるから、なんかの時にやった時チョッパーだったから、うん、ゴリゴリバッシュ。そうだ、配信だ。そうだ。でもここはできてるから、ウソップとブルックね。え、ブルックって、ほんとブルック、絶対ブルック、うん、でも私もね、もうブルックが大好きすぎて。そういう人もめちゃめちゃじゃないね、毛量で判断してる。絶対そう。鬼滅やろうよ、鬼滅で。鬼滅を出発しまーす。シャチメンバーを鬼滅キャラに当てはめてみた。じゃあまず春からちょっと 止まってます。はい、まず誰がいたっけ。伊之助、善逸、炭治郎、煉獄さんと柱たちか。柱たちでしょ、まあ、柱かあの3人かどっちかにもよるよね。もうあと鬼になるから、ね、あ、でもあとあのあそこにもいるね、葵ちゃんとか。あー、あー葵ちゃん、葵ちゃんとか。じゃあ春から。春は誰かな。難しいけど、でもなんか鬼滅になると勇敢な部分で、え、あれはフューチャーしたい。あの紫の人だったっけ。誰、胡蝶忍ぶ、忍さん、忍さんに明るさがあれば。忍さんじゃない気がする。がもっとはつらつしてたら、葵ちゃんと忍さんのはつらつ系の方が間。でも葵さんはさ、戦わない選択しちゃったから。葵ちゃんの戦う世界線の人。うん、そうか、性格だったらね。胡蝶は鱗滝さんですよ。あんまよく知らないんだけど、鱗滝さんのさ、ちゃん、つぼの鬼じゃないの。つぼ、ね、鬼。あ、ねえ、ねえ、あれだ、あれっぽくない。あ、赤なみたいな。赤座、赤座、赤座、赤座っぽくない。赤座もっと男、うん、赤座なんかさ、男男してることない。でもさ、でもさ、勇ましい部分だったら確かに、うん、そうそう、楽しんでるじゃん、戦いを。
どこを取るかだよね、メンバーの。どこ取りたいの？強いところにするなら赤座合ってると。そうだよね。だってずっとさ、煉獄さんのこと下呼び、下の名前で呼ぶやん、京次郎。急に、ね、名前期間があるからね。あ、でも京次郎って呼ぶっていうことは、ほうちゃんも赤座説ある。呼び捨てするもんね。確かに。でもなんかほうちゃんはさ、手とかを使う人じゃなさそう、戦うときに。あ、何か、うん、毒、武器をありそう。あ、武器、あ、わかる、うん、そうだね、何か持って赤座結構素手でいくタイプ、うん、素手だね。肉ダンス。え、だからあれとかじゃない？雲の誰だったっけ？ルイ、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 え、あれ、あれそこ好きだけど。ルイだったらナオの方が近くない？うん、ルイはさ、ルイ、そっちで。ルイってさ、でもさ、めっちゃ寂しがりなんじゃなかったっけ？うん、めっちゃ、なんか家族系だったよね。うん、そう、あれも本当の家族が好きみたいな。君のところって鬼にもちゃんとストーリーがあってさ、赤座とかもやばい。赤座も家族系じゃなかった？うん、赤座も家族、あ、違う、元々は兄弟、兄ちゃん、うん、違う、あ、出た、恋人だ。恋人だったっけ？兄弟じゃなかったっけ？うん、恋人もいた。恋人途中で出会って、恋人が死んじゃったんだよ、途中で。恋人か。うん、そうだ。でも、なお、ゆずきは、あの人いる？私、あの、でっかい、序盤で出てきた人。手鬼？違う違う、あの、やばい、私柱中、柱中。どれ？でも、早めに柱引退しちゃった人。え、嬉しい。ド派手？そう、ド派手。え、めっちゃ嬉しい。なんだったっけ？誰だったっけ？なんだっけ名前？めっちゃすごい。うずい。あ、うずい、めっちゃ嬉しい。え、うずいさん？うずいさん。マジ？あのさ、女の人たち連れてる人だよね。そう。めっちゃ嬉しいんだけど。なんか、ゆずきは、それかな。派手だったら。派手だからね。派手。ほら、こっからはド派手に行く。ゆずき、うずいさんめっちゃ好み。本当に。好みのタイプ。私も大好き。なんか、ゆずきの、その何も、無双モードの時、うずいさんなんだ。え、やっとすごくいいキャラ。来たよ。ウソップとかもいいんだけどさ。あと多いよね。多いね。ほのかと私だ。ほうさんなんだろうな。ほうさんのどこを取るかだね。今のところもじゃもじゃってずっと来てたけど。もじゃもじゃを取るほのかな。かっこいい面。かっこいい面で引っ張りたい。もうだったの。もじゃもじゃに選んでたのか。まあ、煉獄さんは熱すぎるもん。あの人いたじゃん、あの目が見えない人。姫島。え、えぐろ、あ、姫島さん、姫島さんいる。あの、御名、御名。え、あの人好きなんだけど、私も好き。めっちゃいい人じゃなかった、結局。強いのにグッズにならない。グッズにならない。一番強いのに ね。ゆずきさ、無難好きなんだけど、めちゃくちゃ。わかります。わかる。それはね、本当に好き。春が好きなのはね、え、あの人でしょ、はい、ドーマでしょ。正解。一番ドーマ。絶対そうだと思った。なんで？ゆずき一番。あ、ドーマ好きじゃないかも、ドーマ。え、春ドーマいけるかも。え、春いける。うん、いけるいける。え、嬉しい。あの、ドーマが悪くないバージョンね。なんかちょっと、うん、テンション感は、うん、明るさはドーマかも、ね。振り回す要素的なのでいけそうじゃない？うん、もうさ、人生楽しんでる系だもんね。そうそうそう、楽しんでそう。春ほんと好きそうだなって思う。思う。うん、めっちゃ思う。当たったのすごい。じゃあ今のところ春とゆずきさ、推しメン。え、そうだよね。慣れてるじゃん。え、こうちゃん、春じゃドーマにしとくか。私の、そう、イグロさん。イグロさんだけど、イグロさんはちょっとまた違うもんね。癖強いもんね。そう、違うね。でもイグロさんもさ、良くない？なんかさ、興味なさそうでさ、カンロジーのことめっちゃさ、うん、思ってるじゃん。あんま口数多くないから。そう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 、それも確か。ホーさんは口数多い、なんか系じゃないね。そうだね。今までの彼は口数多いんだけど、ブロックも、ブロックもサタンもすっごい喋るんだけど、口数よりも毛量取っちゃったから。そうそうそう。無双モードのホーちゃんで考えよう。赤座かな。赤座っぽいよ、ね、口数多いけど。赤座、赤座少ない。赤座やば。ほうさんなんだろうな。ほうちゃん、たまよいっとく。たまよ、たまよ、たまよ要素あるかな。たまよといのすけ足した感じ。ね、真逆だね。どこの要素だったら赤座の方がしっくりきてんだ今。赤座ね。だってじゃあ赤座にしとこう。赤座いいね。赤座来ちゃった。無双モードのほうちゃんね。ちょっとお猿さんっぽいからじゃないの。ね。でも戦いを楽しんでる感じだし、めっちゃもう
めっちゃ強いしさ、普通だったらさあんなにさ煉獄さんも強かったら諦めるのに最後までおじいにならない環境に確かにちょっとしつこいねしつこいしつこさないな、ほうちゃんはしつこさはないしつこさはないゆきの方がしつこそうそう、しつこじゃないな、パン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 嬉しいんだけど、推しに似るんじゃない、そういうのって普通に嬉しい、やっぱさファンの方もさ推しに似るって言うやん。赤座は推しじゃない、そんな全然推しじゃない、推しじゃないか。ほうちゃんの推しはあれ、イグロさん。あ、同じなんだ、イグロさん。いや、じゃあイグロさん説も出てたから、やっぱでもイグロさんのヘビを触る全然イグロさんのさ目の代わりになってくれてるでしょ、だってあの子はね。確かそういう、ね、ユロさんのやつは。え、ほうちゃん、ちょっとポケモンやろうよ。あ、ポケモン。え、ポケモンじゃない。ポケモン自己分析。イエーイ。今日結構時間かかるんだよね。じゃあほうさんからやってって。そんな問題さあったっけ？一緒に発表しよう。はーい。あ、間違えた。じゃあ私もやってよ。やばい、これはちょっとまだ結果見ないとこ。あ、次開いたら結果になる。で、16問だったかな。うん、あ、意外にすぐじゃん。ちょっと結果見ないよ。 OK。 お、はい、せーの、ドン。あ、手変わってる。なになに、ディグだ、ディグだ、名前はディグだ。ね、変わってる。ユズキ、ピカチュウだ、ピカチュウ。すごい。ほうちゃんはディグだ。安定の壊し尽くすディグだ。普段は極めて穏やかだよ。激凛に触れると全てを壊し尽くすまで収まらない。すごいやん。ひたすら自分の道を掘り進む君、たまにはみんなのところに顔を出してみて。春もやってみる？やりたい。じゃあいくよ、はい。データや数字を見ることが好き、どちらかといえばはい、いいえもある。はい、どちらかといえばはい、どちらかといえばはい。あ、事前の準備はしっかりする。どちらかといえばはい。大雑把な人を見るとイライラする。はい。深く考えることが好きだと思う。どちらかといえばはい。考えるより先に行動する。どちらかといえばはい。こういうのも絶対あるよね。あるあるある。真ん中ばっか選んじゃう。ある。結論から話す方が好き。結論からってどういうこと？あ、やだとか、最初私はこう思います、なぜならみたいな。あ、はい、うんうん。どっちもないんだけど、冷たいと言われることがよくある。いえ。無駄なことが嫌い。いえ。え、私と似てるかも。そう、答えてる。自分は受け身スタンス。はい。人のためになることであれば何でもできる。はい。人から優しいと言われることがよくある。どちらかといえばはい。いつもその場の空気を読んで行動する。はい。初対面でも積極的に話しかける。はい。いつの間にか話の中心になっている。どちらかといえばはい。人から明るいねと言われる。はい。思ったことが顔によく出る。はい。はい、結果出ました。お、ダン、カビゴンです。カビゴン。そして私のとこに出てた。すごくないこれ。お互いにってことじゃん。そう、ここで出てたね。カビゴンってピカチュウ、ピカチュウとディグダーで真反対の考えを持つって書いてある。真反対らしい。私たちは、うん、マイペースの中の努力家の一面を理解してくれて良い協力者になってくれることがある。すごいんだけど、そんなに何通りかいるのに。なんてすごいね、ディグダーまた出たんだ。何回やっても
んだけど、いっぱいありそう。え、ワンピースのキャラあるよ下に。嘘。え、それやりたい。それやってさ、もしその4人だったらすごくない？え、すごい。ちょっと待って、これさ送るわみんなに。うん。あ、出てきた。出てきた。ちょっと一応送るね。ちょっと泉さんのところに送りましたし。じゃあやったらまた質問しますね。え、それ出た？まだまだない人でいる。一緒に発表する？うん。3人で。出た。え、マジで知らん人なんだけど。じゃあ誰？あんまメジャーヌーないのかな。マジで誰？見えちゃったな。マジで誰？いい人出たよ。うん、いい人？いい人。じゃあ一斉のでカメラ見せる。うん、一斉ので。何やばい。バギーめっちゃいいよ。誰？みどりちゃんがすごい好きだよね、バギー。本当に。もう最強に、うん、運が、容量がいいっていうか、まあ、なんていうの？バギーめっちゃ最初の中で出てる。ないかも。私ルフィが出たの。めっちゃいいじゃん。えっぽいな。いや、私レイリーが出た。レイリーめっちゃよくない？めっちゃいい。ほんとロジャーの海賊団の副船長。バギーはなんか結構アホキャラでバカキャラなんだけど、意外と強くて、みんなが弱いだろうと思ってるのに、なんか最強に君臨してる。バギーいいやつ。じゃあ坂本さんもやってみます。じゃあ春の質問の時みんな何答えたか。結構現実的なことばっか書いたんだけどな。みんな教えてね。あなたは海賊の船長です。もし船員を一人やむを得ない理由で放棄しなければならないなら、最高の戦闘員、あなたの親友である平凡な戦闘員、え、どっちを、どっちを破棄しますか？どっちにした？破棄って言うか、最高のもう本当に強い戦闘員か、親友である強くない戦闘員か、どっちを放棄しますか？親友は放棄したくない。そうだよね。最高の戦闘員を放棄します。どっちした？親友。親友。を放棄？うん。へえ。逆だ。逆だ私も。親友は理解するって思ってる。まあまあそうね。殺すとかそういうことじゃないからね。うん。下ろす。下ろす。あなたにとって、どちらがより達成感を得られますか？強大な敵に打ち勝つこと、友達を境地から救い出すこと。友達だな。友達。友達だった。わかんない。めっちゃ迷ってどっちにしたか忘れた。あなたにとって伝説の代表であるワンピースがどんな魅力的な効果をもたらすと思いますか？自分の意思で透明人間になれる。無数の財宝やお金が手に入る。国の王になれる。亡くなった人を生き返らせることができる。亡くなった人の気分。亡くなった人。お金。私もお金。いい意味で別れました。海賊船の戦闘員として、え、泉さんチョッパーだって。ねえ、今 LINE 来てて。海賊船の戦闘員としてあなたはどちらを望みますか？新しい技を習得するために鍛錬する、既存の技を磨く。1。私も1。新しい技、既存。おお。あなたはどちらの船長になりたいですか？現実的で強く目的意識が高いか、優しく正直で共感性が高い。どっちが、あ、どっちしたっけな。下にした気がする。忘れちゃった。それが何て言った？どの船長になりたい？船長ね。これ本当一番難しかったんです。え、むず。優しい。船長一番にしたかも。私も優しいにした。1にしたかも。強い方だ。うん。あなたを動物に例えたら？鹿。あ、わしにしたわ。鹿、わし。白だよね。クジラ。白毛だった。クジラ。クジラ。チーター。完全にわしだと思った。私鹿だと思った。私も鹿だと思った。なんでみんな鹿なの？待って、みんななんで鹿なの？鹿しかない。他者と取引するときにはどのように振る舞いますか？遠慮なく確信をつく。間接的な発言で様子を伺う。2番。私も2。いいかな。どちらの海賊生活を好みますか？壮絶なバトルを楽しむ、着実に旅を進める。2番。私も2番。おお。うわ、なんか全然違うのになりそうだ ね。結果キャラクターの中で誰が最後のボスだと思いますか？はい、圧
い瞳を持つ魅力的な若い女性、はい、無口で不吉な男、うん、温和、うん、温厚温和優しいで優しい老婆、不思議な遠吠えをする素朴で可愛い女の子老婆、1番老婆私も1番、うん、以下のうちどちらがあなたにとってより難しいですか、はい、パートナーの欠点について話す、うん、嘘の褒め言葉を使う B 番本当に2番嘘の褒め言葉を使う方が嫌だってことだよね厳しい難しい難しいパートナーの欠点言う方が簡単って意味、うん、そう、うん、そうか。じゃあ以下のうちどちらをやりたいと思いますか、はい、現実的に考え実現可能な短期的長期的ゴールを設定するか、うん、未来を見据えあなたが描く理想の生活について考える1私も1かな2にした。うん、隠された財宝が眠るとされている場所の中で行きたい、生まれる、うん、行きたい場所はどこですか。魔法の地下室、風の吹く街、これちょっとね読めないんだけど、雲になんとかに湖、うん、でさ砂嵐の遺跡2番砂嵐の遺跡おー一緒あどこだ。あなたはどちらの考えを信じたいですか、はい、孤独の時間を過ごし始めて本当の自分になれる、はい、喜びを分かち合うと喜びが倍増し悲しみは半減する2番私も2番これは2番だよね。あなたはワンピースに登場する船団を離れて長い年月を過ごした年配者です。村の子供たちに冒険談をどのように語りますか。時系列で少しずつ、うん、細部を飛ばして一番のハイライトになるイベントについて話す。1番やっぱ全部語りたい、うん、2番だったわ。海賊としての人生を振り返ると以下のうちどれがあなたにとって印象的なエピソードになるでしょうか。公開をする、決意をした時、うん、3つの船団から同時にスカウトを受けた時誰も達していない島に足を踏み入れた時5年間の厳しい修行を終え師匠に勝った時3番4番おお結構に…おぉすごいえ、ねえ私めっちゃいい春それになるってさ途中で喋ってたニュースタスキットすごい春キットになりそうって言ってたらキットすごいじゃん見る目あった方が死ぬか生きるかそんな覚悟もねえ奴らがこの海に来るんじゃねえよ強気めっちゃ強気めっちゃ強気です勇敢な旅をするみたいなあ言ってたよめっちゃいいじゃんめっちゃキットっぽいと思うバラバラだねみんなバラバラ面白いねでもなお結構さ強気なでもあれか強気だからバギーなのかバギーえマジでなんだかんだだってえバギーはいつも出てきてなかっためっちゃいいキャラバギーめちゃくちゃいいよ初めて見ましたあの顔めっちゃいいキャラ生きるのがうまい俺がデカッパナだって言ってる面白いんだけどあの ユーモアもあるし、うん、面白いみたいなそうなんか出てくるとコミカルなそう敵だけどなんか出てくると嬉しい私は本当に悪いやつじゃない感じが悪くなりきれないんだと思 うバイキンマンみたいあバイキンマンあ、気圧か、うん、
ハセママいる？どっかに。いそう。現れそう。霧の中に隠れてるから。絶対この頃よく探さないね。今ハセママいたら分かりそうな道だね。うん、ポツンって立ってそう。でもさ、人がいないもん。木に馴染んじゃうかもしれない。木がありすぎて。ドキドキしてくるね。普通にお家なのか。でもさ、あのホームページに載ってる感じだとすごいさ、ね、綺麗だったよね。うん、あ、ここ。なんかあの塔みたいなやつ映ってなかったじゃん。ここ。あ、でも人。え、ここっぽくない？人気がいる。ママ？人気。花はこの？え、ここ？え、人物が出てきてる。人物が歩いて出てきている。あ、違う、あれおじいちゃんじゃん。全然違う、おじいちゃん。あ、違ったっぽい。新しい建物だからさ、ね、あ、これだ、見て、すごい綺麗な建物だ。やっぱさっきのさ、なんかおしゃれじゃない？あったよね、これじゃない、外観。あえ、なんか綺麗なのそこにもあるよ。ちょっと洋、綺麗そうな洋風なね。あ、あれ、え、それっぽくない？え、くっそ、あー、てる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 、見ました。え、さすがワインカラーの服を着てるよ。赤ワイン色。やったー！ママ！ママって。ママの声。こんにちは。ママ。ママ。来ちゃった。ありがとうございます。ママ。来ちゃったよ。なんかドライブする。ドライブする。いや、もう本当お疲れ様です。ちょっと一旦降ります。ちょっと行きます。やばい、ハルありがとう。ハルありがとう、本当に着いたよ。マジママ、やばい、やばい、本当にご無沙汰してます。久しぶり。やばい、みんな変わってない。ママもだよ。ママ嬉しい。します。でもステージ立ったじゃん。いやいやステージ立った。ラブレター読んでくれたじゃん。あなたの仕様とかでステージ出てたし。あなたの、わー、すごい。ちょっと狭いですけど、もうお酒解禁だもんね。え、ここでも初めて解禁じゃないの。そうか、だから、あるよね、運営の打ち上げでビール飲んでて、それは当然飲めるわけだけど、かわいそうだな。ジュースいろんなもの混ぜてね。やってた。ジュースバーね。やったやった。ジュース混ぜてた、ね、すごい。それこそだって2週間前とかにノムさん含めてお世話になってね、うん、あの時代のスタッフさんたちと集合した時に、ハセママはすごいことになってるぞって言って、みんな言ってて、もう会えないぐらいすごくてっていうのを聞いて、じゃあハセハマ占ってみよう。占いがブームだった。そう、それで生年月日が出てきた。そうそう。みんな占ってたんだ。いや、入ってガチャっとったら、もしかして何々だけどって聞こえなかったんですよ。生年月日教えて。マメちゃんも来てよ。一緒に名古屋城出発したんだから、ここで。そうだよ。あっちで話そう。やばー、すごい、ね、香りが。ブドウはもう本当に簡単で、今説明しましょうか、簡単に。お願いします。ハセ先生の、ハセ先生のワイン講座。イエーイ。すごくない？まあ、カンプばっかりなんですけど、向こうからブドウを入れて、そこで一回白ワインなら絞って、そのまま重力でそこに落として受けて、それを発酵しているのをそのまま樽に移して、すごい簡単に。正直言って樽でもワイン作れるっていうぐらい、ワインは本当に潰すだけで発酵が入ってます。白ワインは使って、赤は実とか軸をそのまま一緒に潰して、皮ごと潰して、最後発酵が終わっていくと、それを潰して絞ったやつをこの中に入れて、ここから、貯蔵していく、熟成をしていくっていう感じです。だから木ぐらいまでずっと樽の中で寝かして
して、あの1週間に本当にちょっとずつ仲良い量が減っていくんですよね。天使のわけじゃないかよくわかんないけど、そうなの、あのなんで1週間に1回保証して満タンにしていかないと参加したので、それを毎週毎週見ていったら、今度秋口に瓶詰めっていう形だった。あそこにね、瓶がいっぱいある。瓶を詰めてから、まあ短くて3ヶ月、うん、最低でも3ヶ月、長いやつは1年とか寝かしてから、やってしまうっていう感じ。なんかまあ、ここで見てると、ワイナリーはワイン作りっていう、こういうところが全てだって思うと思うんですけど、実際は7割、8割、いや本当に8割以上農業、ブドウを育てるっていうことが一番大変で、そこからやってるんだ。やっぱりすべて畑だと、ワインはワイン作り、農業だって言う人いたいようですけど、いやいや、全然かっこよくない。めっちゃかっこいい。いやいや、なぜてるの。時にそれこそ農業やりますって言って、農業やりますちゃんと言ってた、そう伝えてました。でそうそう、ね、その道応援するから頑張ってね、うん、みたいなのでさ、そこから本当一からスタートだったってことでしょ、うん、9年前が。それでここまで、うん、同じ活動の中で、いやいやいや、この9年で、いやいやいや、ちょっと想像以上に農業でした。あ、そうそう、だからさっき思った、僕は結構そのここに来て2014年ぐらいにちょうど中野サンプラザでさよならした後に苗木を植え始めて、うん、で今に至るまでやっぱ失敗がたくさんあって、うん、まあこれ山の中だから動物はいるわ、もうブドウ食べるのはいるわ、うん、雨が多くて病気になったり、うん、やっぱりブドウが取れないのがたくさんいっぱいあったり、ワイナリー建てるまでも結構いろんな人にやっぱりこんな立派な場所ね、綺麗だし、そう、その時に、あれなんですよ、僕ね、ずっとさっちゃんね、そう、特に一番好きだったのが、うん、そうそう、エンジョイ人生が大好きだった。ちょうどね、エンジョイ人生聞いて、まあ結構本当にいろいろあったので、ここ来るまで、まあ、9年って気をつけばあっという間だけど、結構助けていただきました。これは本当の話。ずっと結構ね、ケートの中でエンジョイ人生聞きまくってた。うれしいね。あれは僕の中でナンバーワンでさ。ありがとうございます。でも本当に結構心の支えにはなったので、僕も頑張んなきゃなっていうのは思います。会いに来るよ。春が泣いちゃう。でもまだワインも来てなかったけどね。それだよ。嬉しい。ワインが飲みたい。ワインが飲みたい。ワインが飲みたい。はい、大丈夫です。じゃあ、お上品バージョンでいきたいと思います。長谷ママ、お久しぶりです。お久しぶりです。長谷ママもこんなに素敵な夢を叶えられて、うん、私たちも11周年を迎えました。迎えました。もう長谷ママとね、野村さんがいなかったら、うん、今私たちはいないと言っても過言ではないので、うん、本当だよ。本当に感謝しております。これからも頑張っていきましょう。じゃあ一緒にキラキラ乾杯でお願いします。いきますよ。大丈夫ですか？ついてきてますか？大丈夫か？はい、大丈夫です。一緒に言うんです。うん、お願いしますね。はい、せーの、キラキラ乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。いただきます。めちゃいいにする香りがすごい、うん、香り楽しい。うわ、美味しい。柔らかいです。美味しい。ありがとう。美味しい。ありがとう。美味しい。あ、よかった。こんな美味しい前初めて。よかったよかった。知らない。まあ、すごいね。めっちゃ美味しい。まだ作ってるんですよ。作ったけど。あ、ありがとう。ぶどうから作ってるんだよ。すごいことが起きてる。超飲みやすい。ぶどうの香りしないですよね。そう。レモンとかグレープフルーツみたいな香りで、ね、そう、ぶどうからできてるってことで。すごい。不思議だよなと思うんですよね、僕もね。いちごの香りとかぶどうの香りとか全くしない。あ、ぶどうの香りは本当にせずに、やっぱりこういう香りがやっぱり出てくるのがワインと面白いなと。すごい、すごい。もう飲んじゃったね。美味しい。飲みやすくてね。
どれくらい飲めるんだろう。じゃあね、こっち行ってこう行くと多分本当にベロベロになっちゃうかもしれないので、メンバー結構強いんで大丈夫です。はい、あの意外に強いんですよ、メンバー。じゃあ収録タイミングで、はい、くるくる、あ、かわいい色、かわいい色でいいんだ。これはまた全然違うので、これはもう泡はないです。そんな飲み比べれるの、ねえ、楽しい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 。これは今度はシャルドネとマスカットベリーとピノノワールの、ちょっとイチゴっぽい感じ、かわいい。マスカットベリーとピノノワールとシャルドネです。ピノノワール3種類よ、うん、だからちょっとロゼでイチゴっぽい香りがする。甘い、まだ香りが開いてない。わ、美味しい。ありがとうございます。いい香り。ああ、嬉しい反応です。ありがとうございます。わ、これ美味しい。これやばいね。いい、これめっちゃ美味しい。ありがとうございます。デザートみたい。ね、フルーティーだね、めっちゃ。そう、フルーティーなんです。ここのやつはだからテーブルワインのラインで、飲みやすい。食事と合わせてくださいっていうワイン。いい。ちょっと飲みやすいんだけど。始まる。ここからはちょっと大人のワインで。ああ。これはちょっとだいぶアルコール度数が強くなるんですけど、お願いします。ブドウの収穫量が少ないと。糖度が高くなってアルコール度数が高くなるんですね。糖度が高いとアルコールが、そうそうそう、で凝縮度も高くなるんです。アルコール度数も全然高くなるので、まあ、ちょっと注意してね。これだからマンゴーとかコンポートみたいな香りがするはずなんですよ。パイナップルとか全部香りが違うんだけど、色が本当に綺麗じゃない。本当に全部ブドウ、そう、全部ブドウなんですよね、これね。不思議なんですけど、ちょっと美味しい、美味しい、あ、ありがとうございます。なんて嬉しい反応。やばい。嬉しい。これやばい。めっちゃ美味しい、これ。これやばい。やばいね。これすごい。これやばいね。すげえ嬉しい。匂いも全然違うね。ね。そう、全然違う。すごい。さっきのやつは本当にブドウの収穫量ともう全然違う。へえ。すごい。やば。この香りがさ、ざわってくるよね。そう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 。すごい。マンゴーとか熟してくると、あの本当にパイナップルとかマンゴーとか、パイナップル白桃じゃなくて黄桃の香りとか、熟した香りが出てくる。これでもほんとブドウだけ、マンゴー入ってない。どうなってるの。いや、本当に面白い。本当に美味しい、これ。マジでちょっと人生ナンバーワン。ほんとそう。それは多いです。これはありがとうございます。そんなにワインよくわかんないけど、うん、人生ナンバーワン。全然詳しくない。うん、わかんない。おいしい。じゃあ、かっこいい。かっこいい。おいしい。うん。そう。美味しい。純粋に美味しいから。大事です。それすごく大事です。うん。大事だと思います。誰これが赤で、でもね、これはもう、うわ、すごい、香りを楽しむもんだと思ってください。なぜかというと、この年は、やっぱり収穫前に結構雨が降って、せっかく凝縮したブドウが、ちょっと薄くなっちゃったので、さっきほどの凝縮度はないけど、やっぱ雨も降ると水分量が繊細なんですね。だからね、そうなんです。あの、収穫前の雨が一番ダメで、まあこれはだから、香りを楽しんでもらえればなと思います。いい香り。本来ならもっとあのいい年であれば、ここに骨格っていうか、もっと強さとアルコール度数があるんですけど、華やかな感じがあるから飲みやすいワインになっちゃった。飲みやすいです。飲みやすいです。やっぱ最近結構気候変動で、あの梅雨の時期に開花するんです。ブドウが花が咲いて、その時期ものすごく本当に畑一面がブドウの香りがするんですけど、そこにいっぱい雨が降っちゃうと、今の桜のあれじゃないですけど、結構散るわけじゃないけど、結構結実不良を起こして収穫量がガツンと下がる。ブドウってそんな繊細なんだね。いやー、むちゃくちゃだから後半の雨は本当にやめてほしいんですけどね。1週間前は悔しすぎます。悔しい。よくあるんです。今4種類飲んだんだっけ。ありがとうございます。飲みました。大丈夫、顔赤くなってる。頭まで赤くなってる。どこまで飲んだか忘れてる。顔だけじゃ、顔だけじゃ、やばい。ゆっくり。大丈夫、大丈夫。正直言って3番目が一番重い。3番目、これね。私これ好きだった。あの、ありがとうございます。びっくりした。うん、美味しすぎて。これが僕らの中では一応トップキュベって言ってて、やっぱり。畑が東京ドーム1個分あっても、
いいブドウができる区画っていうのがあるんですよ、うん、それは何日の当たりとかじゃなくて、うん、多分水かけとか、それは僕にもよくわからないですけど、そこから出てくるブドウが美味しい。兵庫とか、それも本当にやっぱりわからない。僕らも小さいことが東京の1個分やってても明らかに味が違うんで、ここの長野を選んだのはそういう理由ですか？長野を選んだ理由は、それはやっぱり植えてみるまでわからないんですけど、あんまりオフレコじゃなくてオープンにしてないけど、僕はシャチホコの運営をやってる時にワインの修行をやってたんですよ、実は。で、会社の人にも誰も言ってなくて、例えば新玉橋でイベントが終わったらそのまま長野に飛んで、その日に仕事ずっとやってたんですよ。で、それでいろいろここの情報をやったり、そのまま朝の会議に出るみたいなことをよくやってたんですけど、でそこでこの長野に研修しながら、長野でいいワイン作れるなって思って、でもここの土地はもちろん初めてなので、どうなるかもわからないし、今もやっぱりちょっと戦いを続けてる最中なんですけど、かっこよすぎる。いや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 、ね、で、まあ、いやいやいや、新たな橋ってだってまだ始まったばっかりの頃じゃないですか。そうですね、往復してたんですずっと。そういうのだよね。そうだよね。それぐらいや、全部そういう努力が全部。いやいやいや、エンジョイ人生です、エンジョイ人生。より感動しちゃうと思って。いやいやいや、本当にそう、やりたいことはね、やりましょう。それこそでも、模範会の時に生年月日を聞くために通じて、なんかスタッフさんだったりとか、その当時を知ってた方が、当時、橋ママがシャチホコか、ワインかどっちの道に行こうか真剣に悩んでたんだよなっていうのを、あ、誰かから教えていただいたのを、ちょうどそのね、今になってるのね、話してみて、まあ、そんなことがあったんだっていうのね。僕の中で武道館が決まったあたり見えた時に、ああもう十分、あなた方はもう素晴らしいところに行って、ちょっと、もう別にもう、もう一時スタッフとしては十分やらせていただいて、本当にでもありがとうございます。嬉しい。でも頑張ります、私たちも。まだまだって思う、ね、なんか、ね、超たくさんパワーもらえたね。本当になんか好きなことをお仕事にできて、それを突き詰めれるってやっぱりね、かっこいい。すごくかっこいいから、頑張ります、私たちも。本当に今日はありがとうございました。それでは最後に聞いてください。エンジョイ人生。じゃあ、お真ん中で、場所、あそこから。じゃあ、普段からもうやる、最初から。久々しい。シーソー倹約につつましくほどほどの生活で満足、それもいいけど、もうちょい生活もあるし、やっぱ我慢なんてしたくないし、君もそうでしょ。一生遊んで暮らしてたよね。絶対無理だって大人は言うけど、そんなことないさ。気の持ちよさ。この世で一番自由なやつが勝ち組。さあ行くよ、エンジョイ人生破天荒。どんどん恋払う番長。今日も明日も明後日もさ、踊ろう踊ろう踊ろう全炎上なんて恐れない、やってみなきゃ始まんない、でっかい夢を見ているんだ、さあ騒ごう叫ぼうサボろう、レディゴー、まだ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 遊び足りない。乾杯。乾杯。夢ですね、多分ね。いや今ワインも聞いてた。あ、そうだよな。エンジョイ。いやすごい。エンジョイ。本当に、いやこれは今もう本当に嬉しいです。で、ケイトラで本当に毎日聞いてたので、僕も心が折れそうになった時にすごい助けてもらったので、本当にちょっと。今これは現実なのか思うぐらいすごい来ました。本当にありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。すごい頑張ります。僕も頑張ります。私たちも頑張ります。
本当に頑張ります。いやもう本当ありがとうございます。大丈夫かこんなことになっても明日死ぬんじゃないかと思って。大丈夫です。いやもうね、まさかですよ本当。うん、あの曲を聴きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。一緒に見よう見まねでやってください。ないよ、乗り過ぎじゃん。もうまたすぐ会いたいな。ありがとう。今日は会いに行きます。今日はありがとうございました。以上、私たち、せーの、スーパーカーストロングエナジーポジティブエキサイティングソウルフロム名古屋チームショーツ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ノブさんも泣いてない。やべ、俺までやばいよね。やばいよね。すごいですね。いや、マジで嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうなんか、長谷ママがこんだけ頑張ってるね。頑張ったよね。いや本当に嬉しいです。今も頑張ります。いや私たちはまだ応援します。本当にダメだ。本当に頑張らなきゃ。今日もパワーもらった。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ああ美味しい。美味しい。どうぞどうぞ。めちゃくちゃしてもらってこれ前にそんなの初めてくれる。これもなんかじゃあ聞きますよ。みんな強すぎる。はい、ありがとうございます。ありがとう。約300キロの距離をありがとうございました。無事着いた長谷ママの元へ。ねー、着きまし まして、ワインもいただいて、思い出話もして、本当にまだまだどんどん出てきそうだったけどね。いや、思い出話は時間が経ったぐらいだったけど、ね、日付変わりそうだったから、ね、そうそうそう、またゆっくり話したいけど、でも嬉しいね。なんかずっとお世話になってた方がさ、こう夢を叶えて、こう今飛躍してるっていうのがやっぱ嬉しい。嬉しい。お話聞いた時も嬉しかったけど、実際にやっぱ会って話聞くとさ、やっぱ本当好きなことだからどんどん出てくるしさ、こっちも聞きたいって思うしさ、かっこいいなって本当素直に思った。本当にかっこいい。いやなんかそれこそさ、やっぱそのグループができた最初の方ってさ、それこそ自分たち何もわからないしさ、だけど今になって分かること増えてきたじゃん。だから、あの時あれやってくれてたんだとかさ、そういうのが逆に分かってくるからこそ、その時やってくれてたものが分かるし、そのありがたみがより分かってくるから、なんかその当時分からなかった感謝がどんどん出てくるから、そうだね、本当にそう。で、この月日が経った今、なんかそれこそ最初があったから今があるっていうのがより自分たちも実感するわけで、その最初を作ってくれた一人である長谷ママが、なんかこうやってまた一からさ、頑張ってると思うと、なんか自分たちもね、なんか元気もらえるしさ、なんか何でもできるんだなって思うよね、自分が思えば、このタイミングで会って喋れてよかったよね。よかった。めちゃくちゃ刺激もらった、まだまだ頑張らんとって、ね、なんかすごい小さい人間に思えた自分が。小さい。そうね、夢叶えてる人から同じ人間として、ね、聞いたら、そう、やっぱそう突き詰めてる人ってやっぱかっこいいからさ、好きなことをお仕事にできることって本当に幸せだと思うし、なんかすごいもっと頑張れるって思って、本当そうよ。美味しかったな。美味しかったね。でもこの美味しさが頑張りに比例してるっていうか、こんだけ美味しいものを作るのにどれだけ頑張ったんだろうって思うじゃん、やっぱり。一口目飲んだ時やばくなかった、これは長谷ママが作ったんだと思った。長谷ママ本当に美味しかった。そう、長谷ママだ、長谷ママだ。でも逆に言えば、なんか本当に愛を持って取り組めば伝わるってことじゃん、相手にね。そうってことだなって思ったし、いろんなことが勉強になったし、これからの教訓になったね。11周年で新たに名古屋城でワンマン今年夏やるわけだからさ、
原点に本当戻る感じ、ね、そうだよね、そうだよ、気持ち的にもそうだし、うん、今日本当ここに来てよかったと思う、本当に様の前に来れて本当によかった、うん、ね、会えてよかったよ ね、みんなで頑張ろう、さち様長谷川のワインを飲んでさらに思ったね、前日とかにね、前日とかにね、さすがにね、直前は危ないよ、あ、それか終わってからだね、長谷ママが待ってると思って、そうだね、ほんとそう、長谷ママが待ってる、いやでも本当になんかいろんな人がつないできてくれて支えてきてくれての今なので、いや本当にそうだよ ね、すごい感じで、やっぱり、うん、そうそう、やっぱね、過去があっての今だからこそね、うんうん、せっかくみんなが頑張ってくれたなら、うん、頑張りたいな、大成功させたいね、社長様もね、しかもやっと私たちの本気って声出しが解禁されて、そうそうそう、やりたいことがやっとできる、うん、環境でね、うんうん、野外で、うん、しかも超楽しい、私たちの得意分野が、得意分野だね、来るわけよ、社長様で、ね、理事長にもさ、うん、焼肉ごちそうしていただいた時に言ってもらったんだよね、うん、声出しが強みだよねというか、向いてる、向いてる、ライブのね、そのイメージとしてもやっぱ作り方も、ね、みんなと一緒に一体感で覚えてやってるのがやっぱシャチというイメージがあるからこそ、うん、それがやっぱ制限されてたこの期間って苦しかったし、みんなもやっぱ我慢してくれてた中で楽しんでついてきてくれてたから、うん、そのやっぱ気持ちは裏切りたくないし、むしろ、うん、よかった、ね、この期間ついてきてって思ってほしいから、うん、頑張ろう、頑張ろう、長谷ママから思いは伝わるっていうのね、うんうん、教えていただいたからね、うんうん、このシャチ様で私たちの思いをぜひタフミンに、うん、もう受け取っていただきたいなと思います、うん、はい、来ていただいたら絶対損はしない楽しいライブを作りたいと思ってますので、うん、ぜひ皆さん気になってる方、シャチ様遊びに来てください、お待ちしてます、お待ちしてます、お待ちしてます、11周年目も楽しく思いっきり楽しみましょう、うん、楽しもう、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いや、いい一日だったね、最高でした、本当に最高だった、ありがとう、もう少しワインいただいて帰ります、皆さんもぜひ、すみません、それはお見せしません、はい、このタイミングでお酒もシャチ解禁っていうことなので、はい、これからいっぱい見れるかな、大人シャチです、もしかしたら見れるかもしれない、まさかのワインで解禁だったんだね、何杯飲みました、え、小さじないな、4でも4種類やって、4、5、5、6、5杯とか、6とかじゃない、1人ワインを6杯飲んでるんですか、はい、酔っ払ってます、まあそんなに、あ、フラ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 、まあ酔っ払っちゃったー、しばらく喋れない、強いってことですか、なんか強くなったよね、この5年でね、バレた、ね、ついにバレた、本当にメンバー同士で、それこそ最近コロナも明けて、うん、最近やったね、少しずつそういう一緒にご飯だったりとか、うん、スタッフさんでね、大勢で飲んだりも変わってことも増えたんですけど、みんな変わらなさすぎじゃん、誰も変わってない、ちょっとニコニコってなる程度しかあんまりまだ知らない、楽しいよね、そうちょっと楽しいぐらいかな、みんなで楽しくお酒が飲める、うん、最後まで、うん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 、やっぱポジティブグループだよね、ポジティブ、そうなんですね、イエーイ、タフ、その辺は伊達にやっぱスーパータフしてない、やっぱ私たちもタフミンですか、ね、はい、はい、タフミンもね、はい、実はこういう一面もありました、また新たな一面もしていただいて、そうだよ、ワイン5、6杯飲んでこれやばい、ワインは5、6杯いけます、シラフでもさ、酔っ払いみたいなもんだもんね、テンションが変わんないから、MV シラフも結構酔っ払いみたいだから、うん、多分あの今までのドライブ映像のテンションとそんな変わらないと思います、むしろちょっと落ち着いてましたちょっと真面目になっちゃった、うん、たまにはいいんじゃない、真面目も、うん、10周年だしね、むっつりスケベの時の方がやばかったよひどいんだから全然絶対使わないでね、違う、今言ったってことはさ使ってほしい、違う、そうだよ、でも8ぐらい夢中にしてる、夢中の話しかしないから、違う、今言ったってことは使ってほしいってことだよ、だって今絶対使われるかも、白ワインください、今回のロケの収穫、おーちゃんは夢中に白色知れたね、お土産、頑張ってください、頑張れ、
この街をバカにしねえ。